こんにちは FX って何の略かご存知ですか、ね、?FX ってのは「フォーリンエクスチェンジ」というね、まあ、外国為替っていうふうに私は考えてるんですけども正式には「外国為替証拠金取引って言うんですよね、まあ、フォーリンエクスチェンジ」っていうと「外国の両替」っていうふうにね、えー、中学の頃習った英語単語では訳せるわけなんですけども実際は。 外国為替証拠金取引をまあ柔らかーくうー表現したあ逆にですね英語で「フォーリンエクスチェンジ」っていうのをちょっと日本語にデフォルムしたのが外国為替証拠金取引とというこですかねまあこれはねあのー、舞姫大学のナミさんの方に出てきた質問に舞姫さんが回答しているところなんですけどもナミさんが回答しているところなんですけどもその動画はあの 概要欄につけておきますけども、あの、ここでね、私がね、申し上げたいのは、もちろん質問いただくことは結構なんですけども、この FX って何なのかなと思った時に、まずね、自分自身で検索した方が手間が少なくってすぐに答えがわかるよってことなんですよ。もちろん、だからといって質問しなく、するなってことじゃないんですよ。どんなことでも、どんな小さなことでも、単語一つでも、疑問に思ったら聞けばいいと思います。それがコミュニケーションであり、 そこに学びがありますから、ね、で今回の学びっていうのはあ fx って何の略か分かんなかったら fx と2つのアルファベットをね検索してみればいいよってことなんですよ。だから私の回答としては fx は何の略ですかと聞かれたら検索しましたかっていう,うにね検索して分かりました分かんなかったですかっていうことをまあちょっとねお話してもいいかなと思いますねねとこころがねこれね。 質問をいただいたときに、第一声に、それ検索したのって聞いたらね、ちょっとつっけんどんですから、丁寧に答えた後で、ちなみにこれ検索したら簡単に出てきますよ、うん。私が返信が遅れる場合もありますので、早く答えが知りたい場合は、検索するのも一つです。という形でね、まとめさせていただくことが多いです。うんまあ、あの、ネットビジネスで稼ごうとしたら、検索の達人にならないといけないですね。 検索のスキルっていうのも実はすするんですよ検索ねどんなキーワードを打ったらいいのかってとことだよね検索の仕方によっては、まあ、まあそうすると検索の下手な人はいつ検索しても検索結果があの陰謀論ばっかりになっちゃうんですよですんで検索した結果が陰謀論ばっかりでネットの情報は信用できないなとかね まあそれだけならいいんですけどもそのう呑みにしてしまうってう現象も起きます検索がね上手にいかないと検索が上手だとおかしな陰謀欄なんていうのは検索結果が出てこないんですよで、まあ、ピンポイントとは言いませんけども高い確率で誤情報の入っていない正確な基礎情報が出てくるんですよねだから検索によって稼ぎのバロメーターが変わってくるってところもあります、うん 分からないことは調べようとかね分からないことは人に聞きましょうって言っても例えばですよいい加減なことをばっかり答えてくれるようなホラ吹きの人にちょっと教えてくれますかって言いますかねねそうでしょうだからね誰に聞くのかとかどういうふうに検索するのかこれ非常に似てるんじゃないかなと思うんですよやっぱり信頼に足るソースそれなりに責任を持って発信してくださるそんなね 検索結果にたどり着ければいいなと思いますよねあ。ちなみに FX のね、外国為替証拠金取引、これは大丈夫です。正確な回答だということでございます。それではナミささんの動画をご覧ください